あの船橋ってところから船橋か、はい、バスは11時間半。料理か難しいところやな。家できる、まあ、できるっちゃできます。よーゴーいけんちゃう。立ちかまどの土を掘ってます。この上に一斗缶を置いて、その中を燃やして、その中に燃料入れて燃やして、鍋を上に振って、まあカレー、まあ、特に言うとやっぱカレーとか、まあ、ビーフシチュー、まあ、スープ系とかもできますし、まあ、飯盒でご飯炊いたりも。